ケーラー作曲の12の中級練習曲オーパス33の2巻ナンバー5を解説していきます。最初はベン・レガートって書いてあるのでとってもレガートで、その後コーン・エスプレッシオーネって書いてあるのでコーン・エスプレッシオーネなので表情豊かに、とってもレガートで表情豊かにという意味です。まあその通りレガートしっかりガタガタしないように演奏していきましょう。もうずっと一緒です。ずっと長いレガートがずっと続いてますので、こことかも特に気をつけていってください。これはゲジゲジみたいなやつはプラルトリラーと言って、このラーの音の一つ上、シを装飾音符で演奏するということですので、ラシラソミドラソラドミシラファーっていう感じです。ここは間に休符が入ってるのでおしゃれな感じで、あんまり間を空けすぎずに休符を取ってください。まあここで息をするっていうよりもこっちでしっかり取った方がいいと思います。ここも一緒でおしゃれに演奏しましょう。ここでブレスを取るといいと思います。ここから音色を濃くして演奏するといいと思います。そしてこの1拍目をビブラートかけて1個ずつ、次のところもここビブラートかけて、4拍目テヌートして、で次のところもビブラートかけて、でここも4拍目テヌートして、ここビブラート、ここは高い音が何個か続いているのでテヌートテヌートテヌートでやっていってください。でここで息を取って、ここから拍の頭しっかり出してってほしいので、こう一拍一拍こう膨らみすぎないようにしてください。これダメ、膨らまないように、膨らまないように演奏しましょう。5段目から急にこう16分音符じゃなくて4分音符や8分音符2分音符が出てきて、急にこうテンポ感がおかしくならないようにしっかり自分の中にメトロノームがあってしっかりいいテンポで演奏しましょう。デラレンタウンドがあるので次の小節に向けて緩めて、でここビーボなので早く演奏します。で8分の3なのでイン1で演奏しましょう。一つぶり、あんまりこうタカ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 っていうこの3拍子にならないように、タカ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 っていうその8分の3を一拍で取るような感じで演奏しましょう。まあここもかなり臨時記号がたくさん出てきて音間違いしやすいので、しっかりゆっくり譜読みをしてってください。でレガートもしっかりもちろん忘れずにつけていきましょう。ガタガタしないようにゆっくり練習してください。ここもずっと一緒な感じです。ここはピアノになってるのでスビートでピアノに落としてください。でずっと長いスラーなんですけど、ここは半音階でクレッシェンドしていきます。でフォルテに行き着きます。でここはビーボの最初のビーボの最初のテーマです。レガート忘れないようにしっかりレガートで演奏していきましょう。ページが移ってずっと同じ感じです。2ページ目の最初の段のところはここは半音階ではないのでしっかり音を読んでください。でアラルガンドなのでゆっくりしながらクレッシェンドして、まあディミネンドついてるのでディミネンドして、ラレンタンドなのでこの1小節間でラレンタンドして緩めてから、ここからまた最初のテーマが始まります。レガートに気をつけて演奏してください。でプラルトリラーも可愛らしく演奏しましょう。ここはおしゃれに、次の段ここの高いミの音は、テヌートするといいと思います。でラレンタンドして緩めて、
次ピュープレストンので早く演奏します。また違うメロディーが出てきます。指が滑らないようにゆっくり、練習していってください。レガートと指の動きを。ここのところは一拍一拍でこう和音が変わってってるので、そこも注意しながら演奏していきましょう。ここは2拍で和音が変わる。で、ここから半音階でクレッシェンドをしていきます。ここでテヌートして、次のところ、この3、4拍目が滑りやすいので気をつけて演奏しましょう。最後のところはずっとフォルテで演奏していってください。最後の段はディミネンドがあるので、でラレンタンドなので、ディミネンドしながら最後に向けて演奏しましょう。アクセントついてるので、ここはビブラートかけた方がいいかなと思いますが、大きくなりすぎないように気をつけてください。ケーラー作曲の12の中級練習曲オーパス33の2巻ナンバー5を解説しました。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。私は東京の自宅にて小竹向原音楽教室を開講しております。年齢性別問わず、初心者からアマチュアフルート奏者の方、音楽高校音楽大学を目指す学生、吹奏楽部でフルートを吹いている学生など、もっとフルートが上手になりたいと思っている方はぜひご連絡ください。動画の概要欄から詳細が見れます。また Twitter、Instagram、LINE アットもありますので、気軽にご連絡ください。そして YouTube のチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。